全然割れない。ほら、うん、皆さんおはようございます。山チャンネル久保です。ただいまの時刻3時21分これから栃木県の湯西川温泉に向けて出発しようと思います。駅と道の駅が、隣接してるんですね。前ここで車中泊しましたね。右方向。あ、すごいすごい。足湯だって。いやこれが水上バスですか。あ、そうなんですね。湯西川は何？ダックツアーって。ちゃんと結構いい値段ですな。はいはい。天然温泉だって。ここ入ったことありましたっけ？あ、入ったような気がしない。帰り入ったじゃないですか。電車で行くときはここまで電車で来て、それでこの湯西川温泉行きのバスに乗るんですね。あれでも1日に 1,2,3,4,5,6 本しかないですよ。全部100円だった。ナスも100円。いや、このキュウリも100円だって。これ100円。イノシシだらけ。エゾシカ？
た、熊だ。最後さっきのは味噌、きゅうりだ。白ご飯の塩味噌。なんかオートのところで半分だって言ってた。いいキャンプなのね。はい、さ、フリーサイトとかじゃなくて、オートサイトではどうですか？オートサイトでいい。はい。はい、いいですか？オートサイトでも。それでしたら、入ってるんです。あ、はい。だからオートサイトの6番とか5番とかではこう行ってもらうんですけど、ここ、そう、ここ行ってみようなんですけど、ロープ取って奥入るんでしたっけ。そうですよね。はい、はい、それでお願いします。タープだけ、テントはタープだけ。あ、すいません、ありがとうございます。ああ、そうね、何も頼んじゃうんです。忘れてたね。ワゴン、ワゴン、200円、2人ですよね。500円で入れる。これはどこで入れるんでしょうか。あのね、観光センター水の里っていうところ。はいはい、そこにあったやつ。水の里、前行ったことある。行ったことあります。はい、今トークしてた。うん、2500円でした。デイキャンプでも一泊も一緒。あ、鹿肉な。あ、すごいね。予約が必要。予約が必要。ジビエ料理。もうすごいかもよ。何が？毎写真ロードが撮れるか。じゃあすごい天気が良くて最高。行きたくなるよね。コンビニはもう行きたくないもん。
の？引っかかってるだけなんで。右にあのフックになってます。これは柔らかいかな。これ油が入ってるね。よっ。おっしゃ、ずれた。よ。なかなか一遍にいかないね。硬そうだね。うん。硬い。ダメだ。無理かな。硬い。そうなっちゃう。無理だ。うまく入んないこれ。よいしょ。着火剤。着火剤ってどこにあるの？
来てないの？着火剤のどうするみたいな。あ、固形燃料、うん、はリュックの中の中い缶の中だ、はい、ねえ、硬い、これおかしいよ。硬いよね、はい、全然割れない、ほら、うん、見て、あ、ほら、いけた。おー、すごいすごい。発火剤忘れたんで、行きましょう。よいしょ。これでいっか。しょうがない。あ、下に。あ、木の下に引っ張った方がよかった。あれがくっついちゃう、どうか。ああ、つまみやすかった。水入れてきたんですか。これだ。水爆器。これでもさ、安定した、あー、あれだな。ここか。安定したところでないと。よっしゃ。じゃあこれで美味しいコーヒーが飲めるのかしら。うん。これで沸いたらね。あ、ジュジュする。